おはようございます。マスターです。ラブ注入。はい、今日ですね、えー、ラブ注入みたいな感じで行ってみました。はい。いつもですね、ブログを見てくださって本当にありがとうございます。はい。ちょっと今、走ってきたとこなんで汗をかいてますけれども、えー、っとですね、まあ、えー、今週もですね、2回目のビデオ、水曜日ですので、えー、水曜日のコンテンツをお送りしたいと思います。 とですねあのー、その前にですねその前にというか今日はちょっとこの話をしな,いとのし,たいしないといけないなと思ってたんですけれどもあなたにですね謝らなければいけないことがあります反省してます <laughs> それ何かって言ったらあのー、ですね今までこう一応なんかビデオなんかいろいろこう撮ってたら何本あるのかなもう100何本あるみたいなんですけれども あのですね、えー、と今まで自分のこういいと、ね、リアルタイムにいいと思ったものを伝えたりとかあとはですねまあ問題があるんですけどもこうどう思いますかとかって答えてきたんですけれどもちょっとですね僕の中でマインドセットというかあの考えなければいけないことがあったのでそれをですねあなたと今日一緒にシェアしていけたらなと思います。でそれ何かっって言ったら あのー、僕一応ねセミナー来てくださったもセミナーを来てくださった方もたくさんいますけれどもお客さんもたくさんこれを見てると思いますけれどもあのですね、まあ、いろんなことをお話をしてきましたしかしですね僕が話してることとあなたが知りたいことっていうのはちょっとギャップがあるんじゃないかなと最近思ってます。 まあ、それどういうことかって言ったら、まあ、あなたが例えば予約のことを聞きたいと思ってる時に僕があの、ね、マインドセットの話してもあんまりこう響かないんじゃないかなと思いますしで逆にです、ね、こういう話聞きたいと思ってるのにいやいや今はちょっと流れ的にこっちだからとかって言って顧客のことをちょっと無視しがちなんじゃないかなと僕自身はちょっと感じていますそこでですね何、あのー、て言ったらいいんですかね、あのー コメントとかですね、アメブロのメッセージであるとか、僕のメールアドレスっていう、会社のメールアドレスっていうのがありますけれども、あそこにですね、あの、こういうことを聞きたいんやけどもっていうですね、コメントとか質問がもしあったらですね、あのどん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 ですね、メールしてほしいなと思うんですね。あの、もちろんですね、あの、全員のですね、質問に答えていけるかどうかっていうのはちょっとわかりません。時間的にもやっぱ厳しいですし、 でやっぱりこう現実的な話、お金を払ってです、ね、僕の,あのコンサルの契約を結んでくれてる方もおられますんで、やっぱその辺のです、ね、境目っていうのは難しいと思うんですけれども、でもです、ね、例えばこの,このことについてどうなんですか、このことについてどうなんですか、このことについてどうなんですかっていうことをですね、あの教えてほしいんですね。そうじゃないと、増田は暴走しますんで、性格的にはやっぱ暴走する性格なので。 もしです、ね、そういう質問というか、あのー、そういうのがあれば是非ですね,ぜひですねあの教えてほしいんですね本当になのであの遠慮はいりませんので答えられることしか答えませんのでそしてはいなのでこんなことを答えてくれないんじゃないかなとかこんなことは聞くべきじゃないかなとかあの僕ちょっと実名出してこれが聞けないなっていうことがあったら匿名でいいのであのー 例えば僕 M、えーね、マスターですから M と申しますけれどもみたいな感じでそういうイニシャルでですね、特、あ、命、のー、さんやたらちょっと匿名さんからのとかっていうのはちょっとね、誰かわからないんで何々県の何々ぐらいはね、何々県の S ですとかね、あの滋賀県の M ですとかね、えー、と横浜の、ね、Y ですとかなんかいろいろですね、いろいろわからないですけれどもそうイニシャルをつけてですね、えー、やっていただけるとその時にまあリアルタイムでこうビデオでやっぱり売れじゃないですかね。ね そのことについて皆さんにシェアをしてもらう、皆さんにシェアをして、で、土曜日にまた宿題を、宿題というか、まあ課題をですね、出して、それを提出していただく方が、あの、こう、いいんじゃないかなと思ったんですね。ちょっと気づくの遅いかもしれないですけれども、これはですね、どんな商売にでもあることで、自分がいいことをですね、 提供してると思うんですけれども、果たしてその自分がいいことと思ってることが顧客の求めているものとちゃんと合致するのかの話なんですね。うん、あの欲しいものを欲しいと思ってるものを売ってますかということなんですよで。ちょっと僕は最近こうブログとかメールマガしててですね、メールとかしててちょっとそれできてないんじゃないかな。な自分が正しいと思いすぎて。 ちょっとそれできてないんじゃないかなと思ったので、ちょっとこういうですね、お話をシェアしてみました。まあ、要はですね、あの、魚釣りに例えると、お腹がいっぱいのですね、魚にどんなにいい餌を与てもですね、そんな餌には食らいつかないってことですよ。だから僕がこの場でですねき、あなたの要は聞きたくない話を言ったところで、多分離れていくと思うんですね。なので、聞きた話をどんなものかっていうのをコメントとか欲しいんですね。はい。そういうことなんで、えー、っとですね、 コメメントととかかッセージとかですねあの、全部答えられるわけではないと思いますけれども、答えられる範囲で、まあ、こんなことは多分無視されるだろうなというふうにですね、あの諦めるのは自由ですけれども、はい、その人は多分このブログ見てくれてないと思いますんであので、どんどん質問をください。この話聞きたいですと。浅田さんはどうだったんですか、昔こんな感じでみたいな。治療に700人来た時はどういうふうに予約取ってたんですかみたいな。どういう感じでやってたんですかみたいな感じでお話をですね、できればなと。 あなたの知りたい話を話しできればなと思いますので、ぜひコメントとかメッセージをですねいただけたらなと思います。で、メッセージをですねいただくときの注意点ですけれども、具体的にあの、えっと、質問してください。 例えばですねあの、僕は頑張ってるんですけども、なぜうまくいかないんでしょうみたいな、何を頑張ってるんやみたいなね、広告をこうやって巻いたんですけれども、どういう地域で何曜日に巻いたんですけれども、なぜこれで反応がないんでしょうか逆にこういう時に反応があったんですけども、一応定石的にはこういう風な感じで、えーと、反応がないっていう風に思ったんですけども、なんでこれはあったんでしょうかみたいなね、そういう話をシェアしましょう、一緒に、はい。そのことによって、もっとですね、このブログとか動画のですね、 クオリティが上がっていくんじゃないかなと思ってますんで、ぜひですね、あの協力をしていただけたらなと思います。それとともにですね、今までですね、ちょっと自分がですね、いいと思ったことだけを話してしまって、本当にごめんなさい。本当に謝ります。なので、ぜひですね、シェアしましょう。はいまあ、そんな感じでぐだぐだしゃべっててもしょうがないんで、はい、シェアをしてください。質問をどしどし受け付けますんで、遠慮なく何でも質問してください。それでは。 今日はこの辺で終わっておきます。コメントお待ちしております。